経済同友会の小田浩二新代表幹事は定時総会後記者会見に臨み、就任に向けた抱負を語りました。これまで銀行員としてフットワークをですね、使ってきたつもりでもございますし、持続可能な魅力ある広島づくりというものに精一杯努めていきたいというふうに思っておりますので、人づくり。今年度の広島経済同友会のスローガンは、広島を生かそう、新時代への適応と持続的な発展を目指してです。提言の発信と行動の実践を着実に進めて、地域を盛り上げてまいりたいと考えております。会見では2026年の設立70周年に向けて特別委員会を新設することも発表されました。